けけい。はい、じゃあ次はですね、男の子編を切っていきます。あきとくん、今からちょっと切っていきます。結構2ヶ月くらい前に切って、耳がね、すごいかかっている部分と、襟足がすごい長くなっている部分。こういうところをね、すごいスッキリとしていきたいと思います。じゃあ男の子をね、切るときに必要なのは、まずね、普通のハサミですね。すきばさみ。こういう。中がこうギザギザになっているハサミですね。とバリカン、この U バリカンがすごい嫌がる子もいるんですけど、ご自宅で男の子を切るときは絶対にバリカンがあった方が便利です。ハサミで全部こう刈り上げをこう切るのってすごいテクニックがあって難しいので、できればバリカンのご準備もお願いします。であとですね、細かい耳周りとか襟足のこういう生え際をきれいにするときに、こういうちっちゃいバリカンもあるとすごい便利です。これが 何が一番いいかというと、音がすごい静かなんですね。大きいバリカンってこれぐらい、音が違うの分かりますか？うん、静か。大きいのやっぱ音がこう耳周りでこうやって近くなるとすごいこう音が近くなるので、ちょっと怖いで、これぐらいこう静かな方でこう耳周りをやられると、あの安心してできるっていう感じですね。あとこれがあのこれをこう耳周りでこうやるとフィークみたいな、何やるのみたいな感じで思われるんですけど、見て見てって言って、これ手全体切れないんだよ、髪の毛だけしか切れないよっていう風にちゃんと見せてあげると子供も安心してくれるので、なんかそういうこう一つのパフォーマンスで安心してもらえるためにも、こういうのをやってから子供に使用するようにしています。さあでは切っていきましょう。で、男の子のねカットもね、約10分くらい切っていきたいと思います。男の子のカットはじめ上からまっすぐ取って、ここと平行ですね。で持ってきて、まっすぐ切ります。こういう感じで切りたい長さまで切ってあげてください。で、これをまたまっすぐ取って。で、これも全部まっすぐ上に引き出して切っていきます。で、こっちもまっすぐ。これも全部こう引き出したところに、ここから上に引き出して、ここをただまっすぐ切るだけです。特に難しいことはないかな。で、多少長さがずれたりとかしてもそんなに気にせずに、本当にもうまっすぐまっすぐまっすぐ切ってやってください。上にこう引き出すっていうのはすごい大事なので、こう下に引き出したから下手は絶対切らないでください。横に取って横でまっすぐ切るだけです。まっすぐ切ったので、次下の方を切っていきたいと思います。まだここでね、すきばさみは使ってないんですけど、で、ここがすごい一般の方だとすごい難しいです。さっき言ったこのハサミですね、普通のハサミでやる場合はここをすくいながら、あくんごめんね、少しここ触るね、全然大丈夫だからね、すくいながらこれまっすぐ切ります。まっすぐ切って、でもこれだと少し時間もかかるし、ちょっと大変になってくるので、それでさっき言ったこのバリカンですね。で、これをこのまま下でウィンと、アク大丈夫よ、全然痛くないよ、アク下向いてください、次こうやって、お、そうそうそう、めっちゃ上手。で、こうやってね、少し下を向いてもらうと、ここはすごい切りやすくなるので、結構下向いてもらってこの辺が切るよ。結構この左手のこのね、口とかの使い方がなかなか難しいよっていう風になったら、ある程度こう切りましたら、アタッチメントですね、
こういうものをこうカシャンとつけちゃって、でこれで軽くすくい上げるような感じで切っちゃって大丈夫です。でここで少しすきばさみを使って切っていきます。ここを斜めに引いて、ここを手先だけ大体まあ 3,4 回ぐらいで、その後まあ少し中の方を なかなかね、これはちょっと少し難しいかもしれないんですけど、こうやって上の茎をめくって下に出てくる髪の毛、こうやって横にシュ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 ってやるだけなんですけど、バサミである程度軽くしたら、ここで普通のハサミ持ち替えます。持ち替えて最後に少しだけこのようにで、こういう細かい調整は一番最後にやっていくので、ある程度形ができたらここで止まってもらって大丈夫です。次ですね、耳周り切っていきます。で耳周りはね、さっきのこのちっちゃいバリカンの方、あとねちょっとこれ使って、こうやって全然切れなくて静かだからいい？うん、ありがとう。少しずつでいいよね、慌てることなく。で耳を少し倒して、上から櫛を持ってきて、出てきたものをぐーっと形します。で反対側も耳を軽く引っ張ってあげて、出てきたところ、でこの上のところも、まあ、短くしたら櫛で軽く押さえて、こうそうするとこんな感じ。できたら、まあ正面を描くかっこいい、かっこいい。これ丸い感じが可愛いなと思ったらこのままでもいいし、ちょっと動きが気になるなと思ったらハサミで少しこうキュッと閉じて、ちょっとずつちょっとずつすきばさみで合わせるような感じですね。ちょっとずつちょっとずつ、次反対側ですね。反対側もまた、でこうやって出てるとか、耳引っ張って、少し櫛を引っ掛けてあげて、出てきたところ切ります。これができたら、耳周りをまたすきばさみですね、キュッと。で、地肌を切らないように、ここを地肌に置いとけば絶対に切らないので、ここを少し地肌にこう置いて軽く浮かしながら切ってあげると絶対に切らないので切りやすいと思います。
レバー君好きですね。かっこいい。で、それに合わせてサイドの方とちょっとだけつなげます。反対側も。ではこういう産毛をね、剃っていきます。こんな感じで今全体を切りました。前髪の方ですね、また上に持ち上げて、ここでちょっとずつちょっとずつ切って微調整してください。で、そしたら少し上に持ち上げて、毛先だけすきばさみ。で、最後はこうやってまっすぐ引き出したところで、こうやってすきばさみをこうやって毛先にこうやって入れてあげてください。もうそれでもう全体にやればもう終わりになります。なんかよく男の子ってさ、前髪立ってる子多いけどさ、あれってなんで？あれはすきばさみを中に敷いたりとかするカットで立つ場合だったら、例えばこうやった時にこう根元近辺にすきばさみを当ててしまうと、ね、短い毛がこう上に出てしまうので、だからこう毛先の方にだけすきばさみを入れてくださいっていうのはそういうこと。あとはまあ大体3歳児とか2歳児とかでこう前髪がこう全部立っちゃうんですっていうのはもう生え癖の問題ですね。生え癖がもう全部立ってしまっているので、そこはもう成長とともにこうやって下に降りてくるようになるので、あの心配しなくて大丈夫です。はい、こんな感じどうでしょう。あくんかっこいい。あくん偉かったね。だいぶね、スッキリとしたんじゃないですかね、うん。あくん、髪の毛切ってどうですか？すっきりした人じゃあまたくちゃくちゃにしようね。はい、バイバイ。バイバイ。はい、こんな感じで今日女の子バージョンと男の子バージョンと2つちょっと切らせてもらいました。まあ、なかなかね、少しね、上に上げてまっすぐ切って毛先だけすきばさみを入れるっていう、まあ、簡単な方法なんですけど、もしそういうのがねちょっと難しかったりとかしたら、あの普段切ってる美容師さんにどこどこが難しいんですけどどうやって切ればいいですかとか、そういう風に少しなんかこう投げかけて、あのアドバイスをいただいてもいいんじゃないですかね。でね、なんかこの動画の検証として、この動画を見て次は陽子が子供たちを切ったらどうなるっていうのをちょっと次回やってみたいと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。